どうもこんにちは、漫画家のカッティです。ひなひなりが書いております。今日は今カメラマネージャーさんが撮ってくれてるんですけど、マネージャーのなんだボーナス的なお前時計を買うっていう約束をしたので、今からまあ時計を見に行こうかなと思って、4000から5000の間で収めようかなと思ってる。ちょっと そのレンジで探そうと思うんですけど、であとなんかそのちょっと告知をしようと思って、初めてオフ会をやります。一応そのメンバーシップ限定でやろうかなと思ってるんですけど、メンバーシップっていうのはあのノートっていうあるじゃないですか、最近上場した、した上場決定したなんかまああのノートってあるじゃないですか。ノートで左利きの連のメンバーシップっていうのをやってるんですけど、そこでまあ漫画全話読めるみたいな、なんかまあ500円払えば全話読めるよみたいなやつやってるんですけど、一応そこのメンバーでオフ会やろうかなと思ってます。なのでまああんまりそんなになんか引きがあるイベントではないですけど、もし興味がある人がいたらメンバーシップご検討くださいという、やったらもうしばらくやんないと思うんで、あ、だから初じゃないんだよね多分。一番最初はボーリング行ったの、なんか漫画家になり始めて、それオフ会とかじゃなくて、オフ会っていう呼び方してなくて、なんかそのさ、漫画家だとみんなとスケジュール合わないじゃん、平日で。なんかね、無性にボーリングしたくなって、ボーリングしたいんだけど予定が合わないっつって、はい、この日にボーリング行ける人っていうのを多分6年前ぐらいにやった。ボーリングオフ会伝説のその次がなんかイベントスペース貸し切ってやったのあったんだけど全く思い出せない。ちょっともし覚えてる人見てたらあのコメントください。なんだっけな、なんかね、なんか半地下みたいな、あれだ、あの50話記念原作版の50話記念でなんかやった、うん、なんでそう思い出したかっていうと、エレンと50って文字をデザインした T シャツを配った記憶がある。でそれも多分だ、50話でしょ、左引きのエレン50話ってことは多分2016年とかなのよ、うんうん、6年前、同じだ。だからボーリングの後だその頃よくやってたってことだよ。なんかその読者と会うっていうのが当たり前だったんだよね。なんかツイッターラー的な、ツイッターラーとしては当たり前、うんうん、ツイッター芸人みたいな。リアルな話すると、ジャンプラで始まったじゃん、はい、ジャンプラでやったじゃん。その頃から、あ、俺ツイッター芸人じゃなくて漫画原作者だって気づいたのよ、うんうん、なんか無意味に会うもんじゃないなっていうか、別にそのもったいぶってるわけじゃなくて、その、うん、なんか本業じゃないって思って、当たり前なんだけど、はい、だからそれ以外は普通になんかサイン会とかなんかそういうので、うん、あの読者の人と会うことあったけど、なんかこっちからなんかあのみんな来てくださいみたいなのはほぼない、うん、だついこの間あの今回のオフ会のために一応一回試しでやってみたの。なんかそうそう、あのやべえやつが集まったらどうしようみたいな、なんかいろんななんかあの不安要素を払拭するためにわざとなんかあの2日後ぐらいにやったよね。あ、そうっすね。なんか明後日来れる人みたいな感じでやったのよ、うん、めんどくさい感じにして参加人数ギュッと絞ってだから10人ぐらいであのやったんだけど、なんかみんなすごいちゃんと俺よりちゃんとしてる人たちが集まったからあ、全然大丈夫だと思って、なのでもし興味があったらお願いします。じゃあ時計何がいいですか。4,000〜5,000円で。4,000〜5,000円、逆に4,000〜5,000円の時計も見たいですけど、ね、逆にどんなの、まあまあ、そうだよね。あ、いや全然4,000〜5,000円もいっぱいあります、うん、なんかエレンがつけてる時計とかはね確か1500円とか。あ、そうなんですね。1回だけ時計してるシーンがあって、高校時代に横浜で朝日を見に行く高一とばったり出くわして、はいはい、っていうあのシーンで時計チラッとあそこでチープカシオをつけてます、うんうん、いやーもう年末ですね。そうっすね、急に話題がもう完全に仕事今年終わりだと思ったら意外とまだ残ってたっていうのがさっき判明したんでさっき判明した。そう、ちょっときつい心持ちなんですけど、今から東急百貨店の本店に行って、はい、今あ、だから11月30日明日までツイッターキャンペーン、そうです、ツイートキャンペーン、その漫画読んでくれた人にツイートしてもらって、でそのサイン色紙が当たるよみたいな、はい、であれがなんかそのあと1日で終わるんで、なんかインスタでも投稿お願いしますみたいな感じで言われたんですけど、
なんかただ写真投稿するのもあれだなと思ったんで、あの行きながら考えようと思ってるんですけど、うん、まあさすがの雨男どうしたい？どうしたい？アイディア出してしようかな。だからちょっととりあえず今からやるのは本店に行ってインスタのなんかをやって、コンビニ行って振り込んで、はい、でその後時計を見に行って、はい、で戻ったらあれかデルタ V のネームネームじゃねえやテキスト原作。うわもう明後日から僕いないんですよ。もうちょっとしばらく海外旅行行くっていうのでもう12月はほぼいないつもりで年内に終わらせなきゃいけない仕事が割と全然残っていることに気づいたんで、どうやって逃げようかなって思ってるんですけど他の人に迷惑かかる系はねちょっとさすがに頑張りますけど、だからデルタ V はねチームで作ってるんで、カッピーが旅行でいないからとかで泊まったらマジで土下座もんなんでさすがにそれは頑張ろうと思うんですけど、本店に着くまでインスタのブレストをします。はいはいはい飯食ったらもう脳がもう止まってるんですけど、今東急百貨店本店でご飯を食べました。美味しかったです。お疲れ様です。百貨店さんの宣伝のためさっきインスタライブを百貨店の前でしたんですけど、土平日の土昼だったんで視聴者数20人ぐらいでしたでも、まあ、宣伝それを投稿したんで、まあ、ちょっとでも宣伝になればなと思って、投稿しました。なので東急百貨店の漫画特別編ぜひ読んでシェアしてください。11月30日、11月いっぱいまでに投稿すると、プレゼントキャンペーンに参加できるんで、ってことは俺が今からこの動画を家帰って編集して夜にあげなきゃいけない。そうっす。そうっすね。確かに結構リアルに考えたら、あれ俺やばいみたいな。で、今ツイッターを見てたらですね、僕ら今東急百貨店で飯食ってるんですけど、三船さんが東急百貨店の前でピースしてる写真をツイートしてたんで、もしかしているのかもしれないと思って、ちょっと今から探してやろうと思って、とっ捕まえに行こうかなと思って。すごいね、奇跡的に。確かに今日だって来る予定じゃなかったもんね。いや、そうっすね。たまたまインスタ投稿してくれいいって言われて、ちょっと探してきます。うん、ニフニさんを探したんですけど、もう渋谷出ちゃったみたいで、逃げられました。なので、今からマネージャーの時計を買いに行きます。ちょっと前髪がちょっとね今ミスってるんで、この髪型に合う時計があるのかちょっと相談して難しいです。はい、まあちょっといいのが見つかったらじゃあ放送じゃねえや、なんかこの、ね、動画にしますけど、まあわかんないです。もしかしたらここで終わるかもしれないので、はい、じゃあありがとうございます。買ってきました西葛西です。あ、いいですね。緑。なぜ緑？いや、なんか元から緑好きだったんですけど、うん、カッペさんがめっちゃ緑系の時計持ってなんか実物見ると緑いいなと思って。そうね、今日は緑のどうですこのペアウォッチ感ペアウォッチ感がすごいですけど、はい、まあ、無事誕生日プレゼント兼クリスマスプレゼント兼ボーナスという感じで、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次は左利きのエレンが累計300万部突破したら、はいはい、そしたらねその辻君以外にも協力してくれてる人いっぱいいるんで、はい、もうみんなでそうだな、ジョジョ園かな。そうっすね。みんなに時計とかそう。いや、そっちかと思って。みんなに時計だったらこれじゃない。ちょっと申し訳ないけど、うん、はい。あ、でもじゃあ500万部いったら、はい、みんなに時計買います。動画に。いや、500万部いったらみんなに時計の2回行った2回大事なこと何とは明言しない。うん、はい、それを楽しみに頑張りましょう。はい、はい、チームサウスポー、はい、チームサウスポーじゃねえか、うん、じゃあ左利きのエレンのメンバーシップもこれから盛り上げていくので、はい、オフ会など興味ある人はぜひ来てください。よろしくお願いします。じゃあそんな感じで、はい。
良いお年を。早い。早い。早い。おやすみなさい。